お待たせしました。それじゃあ行きますよ。せーの。4周年おめでとうございます。おや、主様がポカンとされておりますが。ちょっとペコリーヌ、あんたちゃんと説明したの？今日4周年の記念パーティーをやるってこと。この反応だとはまだだったみたいね。あごめんなさい、ギリギリまで作業していたので。つい。それでは私からご説明しますね。ぐい、あんたどこからともなく出てくるのやめなさいよ。今回あなたに各地を巡って集めてもらった封筒には、活動記録の他にもう一つ大事なものが入っていたんです。今日の4周年のお祝いに合わせた特別なプレゼントを作るための。実はね、岸くんが訪問した先のみんなに協力してもらって、お気に入りの写真を入れてもらってたんだ。というよりも、そちらが本命だったと言えばいいのかな。各地を巡ってもらったのもそのためだったというわけさ。ごめんね岸くん。ほらペコリーヌ、見せてやんなさいよ。はい、それじゃあこれをどうぞ。はい、あなたと過ごした4年間の思い出とこれからの未来への思いを込めたカレンダーを作っちゃいました。そしたらこんなに大ボリュームになっちゃったんですけど、やばいですね。カリン様をはじめ各ギルドの皆様も、主様のためならと喜んでお手伝いを引き受けてくださいました。フェスも生放送もあったし、スケジュールに間に合うか心配だったけど、ユイさんたちもカレンダー作りを手伝ってくれたの。みんなの思いを込めて作ったから、大切にしてくれると嬉しいわ。この1年のことももちろんこれまでの4年間のことも、全部全部大切な忘れられない思い出です。もちろんこれからの1年もその先の未来も、これからもあなたと数えきれないくらいたくさんの思い出を作って、ずっとずーっとみんな一緒に楽しく食卓を囲んでいきましょう。なんかおしまいっぽい雰囲気出してるけど、まだ4周年の記念パーティーがあるんでしょ。早くしないと料理が冷めちゃうわよ。そうですね、料理は美味しく楽しくですよね。みんなで笑顔で食べるのが一番ですから。それじゃあ皆さん、準備はいいですか。グラスを持っていきますよ。せーの。4周年ありがとうございます。